皆さん、こんにちは。車がフルモデルチェンジを行うと、大きくデザインを変えるケースや、ほとんど変わらないケースもあるなど、様々です。一方で、比較的息が長いモデルの中には、フルモデルチェンジのたびに、デザインやコンセプトを大きく変えた車も存在。そこで、今回はフルモデルチェンジで変わりすぎな車をご紹介します。1. マツダファミリア。マツダは1963年に初代ファミリアを発売しました。イタリアのデザイン工房ベルトーネによるデザインで、欧州車を思わせるスタイリッシュな外観が特徴でした。その後、1967年に2代目が登場し、1968年にはロータリーエンジンを搭載したファミリアロータリークーペが追加ラインナップされ、1969年にはセダンにもロータリーエンジンが搭載されるなど、スポーティーなモデルへと変貌。3代目では全体のフォルムは2代目からそのままに、全車レシプロエンジンを搭載したオーソドックスな大衆車へと回帰し、1977年に発売された4代目では FR 駆動2ボックススタイルの3ドア5ドアハッチバックへと一新されました。大きな転換期を迎えたのが1980年に登場した5代目で、時代の流れから駆動方式がFF 化され、さらにハッチバックだけでなく4ドアセダンが復活します。5代目はスタイリッシュなデザインと充実した装備から若者を中心に大ヒットを記録。1985年にはやはり若い世代をターゲットにした6代目がデビューしました。6代目では日本車初となるフルタイム 4WD を採用し、高性能なターボエンジンを搭載した GTX をラインナップ。ラリーをはじめモータースポーツに積極的に参戦するなど、ファミリアはスポーツモデルというイメージを確立しました。そして7代目も6代目と同じく高性能な 4WD モデルを頂点とするラインナップを継承しましたが、1994年に8代目にフルモデルチェンジすると、ガソリンエンジン車は全て自然吸気とされ、高性能なグレードが廃止となります。ファミリアシリーズとしては最後のモデルとなった9代目は1998年に登場。ボディは4ドアセダンとショートタイプのステーションワゴン、S ワゴンをラインナップし、販売の主力は S ワゴンとなります。2. スズキ・セルボ。軽自動車が 360cc エンジンだった時代、スズキの主力車種だったのがフロンテシリーズです。様々なボディタイプをラインナップしていましたが、中でも1971年に高出力なエンジンを搭載した本格的 RR スポーツカーフロンテクーペが誕生。その後、軽自動車の規格が 550cc エンジンに移行し、1977年にはフロンテクーペのコンセプトを受け継いだスペシャリティカーとして初代セルボが登場しました。しかし、2サイクルエンジンを搭載していたことで、さらなる排出ガス規制の強化によって次世代モデルに移行し、1982年に初代アルトをベースに開発され、 FF となった2代目セルボが発売。フロント部分はアルトに酷似していましたが、ボディはファストバックスタイルの2ドアクーペとされました。セルボの変更はこれだけにとどまらず、
1988年に3代目へとモデルチェンジされると、クーペから前高の低い3ドアのワゴンタイプボディへと一新。さらに4代目ではオーソドックスなフォルムの2ボックススタイルの3ドア5ドアハッチバックにスイッチします。そして2006年に登場した5代目では背の高いトールワゴンに近いスタイルの5ドアハッチバックとなり、2011年に生産を終了してトールワゴンの MR ワゴンに統合。初代から最終モデルまでこれほどまでにボディ形状とコンセプトが変わった国産車はかなり珍しい存在です。3. 日産レパード。日産初代レパードは1980年にスペシャリティカーとして誕生しました。ボディは伸びやかなクーペフォルムを採用した2ドア4ドアハードトップセダンで、同クラスのスカイラインやローレルとは明確にデザインコンセプトが異なるスタイリッシュなシルエットが特徴でした。そして1986年には2代目へとフルモデルチェンジ。外観デザインは当時大ヒットしていたトヨタソアラを意識したフォルムの2ドアクーペに変貌。人気テレビドラマ危ないデカの劇中車として使われ、ブームとなっていたハイソカーの1台として人気を獲得します。その後ハイソカーブームも沈静化した1992年には3代目レパードが登場し、社名はレパード J フェリーと改められました。デザインは2代目の直線基調な2ドアクーペから大きく変わり、全体的に丸みを帯びた4ドアセダンとなり、さらにアメリカの高級サルーンに多く見られたトランク後端が下がったスタイルを採用。しかしこの尻下がりなデザインが日本市場で受け入れられず、高額な価格もあって販売は低迷しました。そこで1996年に4代目が登場すると、セドリック・グロリアと同系統の4ドアハードトップに一新。デザインも比較的オーソドックスながらスポーティーな印象のフォルムとなり、起死回生が図られましたが、販売台数は上昇したものの、2000年に販売を終え、レパードの歴史は幕を下ろしました。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。